皆さん、こんにちは。日本のムード歌謡を代表する歌手として知られるフランク永井さん。親友が暴露された本当の最後と、自殺未遂事件の真相や残したやばい後遺症に言葉を失う。今日は、フランク永井さんのことについて紹介します。まずは、フランク永井さんの経歴とプロフィールから紹介します。フランク永井は日本のムード歌謡歌手である、本名は永井清人。魅惑の低音と称された独特の豊かな低音を武器に、詩である作曲家の吉田忠氏と共に都会的で、ジャズテイストあふれるムード歌謡のジャンルを切り開き、数多くのヒット曲を世に送った。1961年には、1922年の二村定一の流行歌、くんこ石をジャズ風にアレンジしたリバイバルが大ヒット。同年の第3回日本レコード大賞を受賞。人気を不動のものとする吉田とのコンビでも、キリコの単語、妻を凍る歌などのヒットに恵まれたが、中でも1966年に大阪ロマンの B 面収録曲として発表されたお前に言うは、6年後の1972年には A 面として再発売され、さらに5年後の1977年には新規に再録音された。2000年代において一般的に聞かれているお前には後者の録音であることが多い。またくんこ石をロカビリー風及びゴーゴー風のアレンジで再録音したり、1973年昭和48年にはイタリアへ飛び、トランペッターのニニロッソと共演レコーディングを行った。ニニロッソとは前年の第23回 NHK 紅白歌合戦でくんこ石お歌唱した際に初共演している。コンサートにおいては趣向を凝らし緻密に練り上げられた構成のステージングで知られ、約5年ごとに大きなリサイタルを開いたが、そのうちのいくつかは芸術祭で受賞している。永井は進駐軍のクラブ歌手をしていた経験から英語に堪能であり、ステージでスタンダードナンバーやキリコの単語の英語版なども歌うことがあった。海外公演もこなし、台湾や韓国などでコンサートを行っている。特に1968年の韓国公演は、戦後初めての朝鮮半島における日本の流行歌手の来韓公演と半島で話題を取った。ただし当時は日本語楽曲の披露は反日感情から規制されており、当初は洋楽限定でのステージングであったが、観客からの強い要望で有楽町で会いましょう他4曲を日本語で披露して喝采を浴びた。1985年10月21日の深夜2時頃、フランク永井さんの夫人は2階の寝室から夫が出て行ったのに気づきます。最初はトイレかと思っていましたが、彼はなかなか戻らない。そのうち階段の方から物が落ちる大きな音が聞こえました。これは尋常なことではないと、夫人は寝室を出て1階におります。螺旋階段を見ると、手すりにネクタイ4本が結びつけられ、フランク永井さんがぶら下がっていました。最初は冗談かと思って、夫人はその場にあった椅子をあてがって立たせてみましたが、フランクさんはぐったりしたまま、首吊りを図ったのでした。重大な事態に気づいた夫人は、すぐネクタイを緩めフランク永井さんを下ろし、救急車を呼びます。目黒消防署の救急隊が駆けつけましたが、瞳孔が開き、呼吸、脈も弱っていました。救急隊員によって人工呼吸を施されたフランク永井さんは、東京都文京区の大学病院に搬送されましたが、当初の担当医に脳死に近く、良くなっても植物人間状態との重篤な状態だと告げられます。フランク永井さんは大歌手として順風満帆な人生を送っているように見えました。自殺の理由については芸能マスコミも首をかしげましたが、およそ10日後に週刊誌のスクープによって驚愕の原因が続々と明らかになります。元愛人と称するクラブホステスが隠し子の巨額な養育費を要求していたというのです。フランク永井さんは元愛人に1030万円の養育費を支払い、さらに7000万円を要求されていました。元愛人は支払って認知しないと世間に全部ぶちまけると要求したといいます。
10月31日に当時40歳の元愛人自身がワイドショーに出演し、1歳になる女児がフランク永井さんとの間の子であること、認知されず生活も苦境にあることを訴えました。この元愛人はスレンダーな美熟女で、元プロ野球選手とも結婚歴がある女性だったのです。事態はフランク永井さんと元愛人の泥仕合の様相を呈してきました。ところが、この元愛人には次々と新事実が出てきます。結婚詐欺で訴え出る人が現れたり、別のプロ野球選手と過去に同様な養育費騒ぎを起こしたことが判明しました。騒動に決着がついたのは1987年4月、医大の鑑定結果が出たのです。結果は女児は 99.996% の確率で、元愛人と前夫の元プロ野球選手の間の子で、ほぼフランク永井さんの子ではないことが確実になったのです。フランク永井さんは一命を取り留めましたが、後遺症が残りました。1988年頃に自力で歩いたり、カラオケで歌ったりと、奇跡の回復が報じられましたが、カムバックはありませんでした。愛妻と離婚後、介護付き老人ホームで生活していたフランク永井さん。2008年の夏に風邪をすらせ入院。病後の調子もあまりかぐわしくなかったようで、同年10月27日に肺炎のため亡くなっています。訃報が世間に伝わった時、すでに葬儀と告別式も終わった後、フランク永井さんと最後のお別れをしたい、というファンは多かったはず。そんな声が伝わったのか、2009年2月27日に関係者により、フランク永井を偲ぶ会が営まれました。あまりにも寂しく悲しい晩年を過ごしたフランク永井さん。ですが、これまで築き上げてきた功績は間違いなく称賛に値するもの。2009年3月には出身地である宮崎県大崎市の特別功績者の第一号となっています。同市の特別功績者は2月に創設されたもの。創設された時期と認定された時期を考えると、フランク永井さんに与えるために作られたと考えて間違いなさそう。また、同年10月にはフランク永井さんが獲得したトロフィーや愛用品等を展示したフランク永井展示室が宮崎県大崎市にオープンしています。宮崎県大崎市が生んだ大スターのフランク永井さん。死後10年以上が経った今も多くの人々が生前のフランク永井さんの歌声に耳を傾けていることでしょう。ムード歌謡の女王と呼ばれる大人げ歌手だった松尾和子さん。1959年に発表したデビュー2曲目の誰よりも君を愛するが、日本レコード大賞を受賞する大ヒット、紅白歌合戦にも出場し、映画も制作されるなど社会現象を巻き起こしました。その後も歌手として数々のヒット曲を連発。1970年代の熟女ブームの際には、バラエティ番組や情報番組にも引っ張りだことなっていました。何を隠そう。その松尾和子さんを見出したのはフランク永井さんでした。かつて人気プロレスラーだった力道山さんが経営するクラブ力の専属歌手だった松尾和子さん。その歌声を耳にしたフランク永井さんが松尾和子さんをスカウト。その後、フランク永井さんが吉田忠さんに紹介したことで歌手デビューすることになったそうです。自らスカウトしたこともあり、松尾和子さんの活動を後押ししたいという思いがあったのでしょう。フランク永井さんは松尾和子さんのデビュー曲、東京ナイトクラブで、デュエット相手を務めています。当時、すでにスター歌手としての地位を確立していたフランク永井さん。デュエット相手を務めたことは、これ以上ない宣伝効果となったはず、きっと。その後の松尾和子さんのブレイクもフランク永井さんのおかげ、松尾和子さんにとって、フランク永井さんは恩人と呼んでも過言ではない存在でしょう。晩年は介護付き老人ホームで暮らしていたフランク永井さん。設備や立地によって費用は異なりますが、介護付き老人ホームの平均的な費用は15から35万円。晩年は芸能活動を全く行っていなかったフランク永井さん。これだけの費用を捻出することは決して簡単なことではありません。その費用を捻出するため目黒区にあった自宅は2007年に売却されています。フランク永井さんの自宅の敷地面積は約100坪。
売却時の相場は約3億円だったそうです。当時は不況により不動産の売買が滞っていましたが、すぐに売買が成立、3億円の売買がすぐに成立したのも驚きですが、さらに驚きなのが購入者。フランク永井さんの自宅跡地を購入したのはなんとパプアニューギニア政府。フランク永井さんの自宅があった場所には現在パプアニューギニアの大使館が建っているんです。芸能人の自宅跡地が大使館になるなんて極めて異例の出来事。それだけフランク永井さんの自宅は素晴らしい立地にあったということ。きっとパプアニューギニアの大使館を見てフランク永井さんに思いを馳せる人も多いことでしょう。愛人から子供の認知と養育費の支払いを求められたフランク永井さん、ところが後に DNA 鑑定を行った結果、フランク永井さんの子供である可能性が限りなく低いことが判明。しかもこの女性は当時現役のプロ野球選手だった男性とも愛人関係にあったそうです。この女性は愛人関係にあったことからフランク永井さんの人柄を熟知していたはず。真面目で裕福なフランク永井さんならお金を支払ってくれるとでも思ったのでしょう。フランク永井さんはとんでもない女性に手を出してしまったものです。愛人なんて作らなければ自殺未遂をすることなく健やかな老後を過ごしていたはず。フランク永井さんのファンならずとも愛人の女性には苛立ちを覚えてしまいますよね。ただ愛人を作ったフランク永井さんに非がないわけではありません。自責の念に駆られた結果自殺未遂を図ってしまったのかもしれません。なおフランク永井さんと妻の間にも子供はいなかったそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。